アミガサダケというキノコがある。主に桜やイチョウの根元に発生する。一見すると不気味な見た目だが、春を代表する高級食材の一つだ。まずは水洗い。石突きを取り去り半分に切っていく。なんとアミガサダケは毒を持つが、揮発性であるため茹でこぼすことで無毒化できる。今回念のため屋外で毒抜き。もこみち、生米、米が透き通ってくればブイヨンとアミガサダケで炊いていく。ブイヨンは幾度かに分けて注いでいく。その間20分、アミガサダケは乳製品と相性がいい。今回チーズリゾット、いただきます。うわ、濃厚な旨味と香り。みんなは見つけられるかな？